清水義鹿は、安土桃山時代、江戸時代の武将。出羽国の戦国大名もがみ義満の三男で書し,し、母は、即室の天童御前。もがみ家鹿の弟、清水義継の父、大倉大輔。もがみの一族であった清水義氏の養子となり、二万千三百国を漁したを、別名として名乗っていたともされる。あとに、 長兄の最上義康の帰下に置かれて、義康から返記を与えられて、講師を名乗ったものの、義康が義光に打たれると改めて父の返記を受けて、光氏と称した。豊臣氏の人質となった経緯から豊臣秀頼と交流があった。関ヶ原の戦いでは、上杉軍の追撃の総大将となる。1614年の大阪冬の陣の直前に、 大阪法へ通じている権威をかけられ、兄、家地下に居城の清水城を攻められて、着死、吉次と共に自害を余儀なくされた。吉地下は豊富家に人質になったのに対し、家地下は徳川家に仕えた立場にあり、兄弟仲はあまり良くなかったとされる。また、吉安が殺害された後も、 吉地下の領内では吉安から吉地下に与えられた吉安の印版が入った文書が発行され続けており、吉地下が吉安を支持していて、家地下に反感を抱いていたとする見方もある。さらに、清水の地は最上川水運の船継地と知られ、かつてはこの地を支配するために、最上氏と大宝寺氏が長年争ってきた経緯もあった。このため、 家地下が再上川水運の利権を掌握するために、清水の直轄地下を図ったとする見方もある。これらの事情が重なって家地下は吉地下を攻めたと考えられる。AB 小意見、最上義康について、初集、竹英文編、シリーズ、食法大名の研究第六巻、最上義よ ISBN978 から4、から864032575、 p109 から110、本田ンダ慶音、大名両国製の形成と最上川水運、初集、竹英文編、シリーズ、食法大名の研究第六巻、もがみよしみつ YSBN978 から4、から864032575、p109 から110。ありがとうございます。